おいすーくろいです。ポケモンユナイト初解説動画となります。完全ソロでマスターランクに到達できたので怪力の解説していきます。基本情報はこんな感じです。3進化のポケモンなので後半から強いと思われがちですが、ゴレベ2進化目のゴーリキーからめちゃくちゃ強いです。つまり中央レーンに行けば弱い時間帯をなくすことができ、周りは4レベで自分が5レベ、そして最強っていうのが出来上がりますので、レーンは中央をおすすめしています。中央ができない場合は時点でトップをおすすめします。理由は自分がトップを選べば7分の神ファイトに参加できる人数が確実に増えるためです。一卒ができない場合が多いソロランクではこれかなり勝率アップにつながると思ってます。で、技構成ですが、空手チョップ、ビルドアップ、地獄車、クロスチョップ、豪傑ダッシュ、違うのも試してみたんですが、こちらが使いやすいのでおすすめです。技の詳細の方も押さえておきましょう。空手チョップはただの攻撃ですね。クロスチョップは前方へダッシュしながらの攻撃、敵の技を避けるのにも使えます。ビルドアップは少しの間行動阻害無効に移動速度と攻撃力、攻撃速度が上昇、次の通常攻撃が強化攻撃となります。これちょっとポイント。で、そして地獄車は移動速度上昇に行動阻害無効、通常攻撃が敵を手前に引き寄せる攻撃に変わります。引き寄せ後、急所率が上昇し通常攻撃が速くなります。で、ユナイト技は少しの間、移動速度、攻撃、防御、特防がアップ、もう一度技を使うとこれ最強の連打オラララララっていうのが使えます。めちゃくちゃ強いです。特性は根性、状態異常になった時攻撃が上がる、通常攻撃は3回目の通常攻撃強化攻撃となり、命中時のダメージが増加する、また相手のポケモンの移動速度を少しの間下げるというものになってます。ここでポイントなのが強化攻撃になります。怪力の強化攻撃は敵に飛びついて攻撃することができます。まあ、こんな感じですね。はい。例えばですが、レーンとか5レベル未満で戦わなきゃいけない時に、まあ、素振りしておいた状態から入って、この強化攻撃溜まった状態から入って、で、空手チョップ、ビルドアップ、で、殴る殴る殴るとかってやると、パワーある状態から入れるので使ってみてください。また、有利不利などの相性。これはユナイトにおいてめちゃくちゃ重要ですが、僕がランクやってた時は、まあ、5レベル時ですね。ルカリオくらいにしか負けなかったんですね。ただ、ポケモンユナイトは持ち物のレベルによって、序盤の強弱変わりますので、フレンドマッチにて検証してみました。持ち物なしの状態で5レベル時殴り合いをしたんですが、序盤強いとされるアブソル、ルカリオ、ズラオラ、これに対してほぼ五分で渡り合えます。具体的な結果としては、VS アブソルは、怪力が HP ミリで勝つ。VS ルカリオは5レベ、6レベ時はルカリオが勝つ。グローパンチを避ければ怪力が勝つ。9レベ時は怪力が勝つ。VS ジラオラは5レベ、6レベ時はほぼ五分で、ややジラオラが有利。HP が若干ジラオラが残る。8レベ時は放電を避ければ怪力が勝つという結果でした。また、ゲンガーは、ヘドロ爆弾、たたり目を覚える7レベから手をつけられなくなるので、対策として絶対覚えたいのが、ヘドロ爆弾を避けるということ。ダメージの出し方が、ヘドロ爆弾を当てた後に、たたり目を4回連続で使うっていう流れなので、ゲンガーから飛び出てきた範囲攻撃を前に脱出ボタンで使って避けて、殴り合いに持ち込めば、怪力でも絶対に勝てます。で、ユナイトはモバというジャンルの知識が大事なゲームなので、少しの有利を大きな有利に広げていくことが試合の勝利につながるので、5レベから強気にいけるってことをぜひ覚えていてください。持ち物ね、僕自身すべて30にして検証できてるわけじゃないので、メタの移り変わり等でこっちがいいみたいのはあると思います。僕が使っていたのは力のハチマキ、ピントレンズ、軽石、ただ、まあ、移動速度が上がるっていうこの軽石が一番重要かな。先に持ち物を20レベル目指すなら、とりあえず軽石を強化しておけば間違いはないと思います。それではランクマッチ実際の動きを解説していきます。まずこちらの画面、最初の画面で、敵と味方の構成を確認しています。そして自分が誰を狙うべきなのか、どのレーンに行くべきなのかっていうのを考えてます。例えば、ゲンガー、7レベから強い、そしてルカリオは序盤から強いから警戒すると。体が弱いのはエースバーンだから、エースバーンかゲンガーから先に落としていかないといけないなみたいな感じですね。そういうのをこの段階で考えているというわけです。はい、ということで実際に始めます。まずですが、右下のおじさんはね、気にしないでください。僕ですこれ配信でやってたんですけども、まず、下から、ワニキの場合行っちゃって大丈夫です。脱出ボタンを真ん中で、やるっていう使い方
あるんですが、ワンリキの場合これ狩りが早いのでルンパッパが湧く前に間に合うのでこれ大丈夫です。ルートなんですけども、次、牛さん、殴りに行かずに右側のね、こちらのカニを狩りに行くようにしてます。っていうのもレーナーが、こちらの中立、野生のポケモンですねを食べることがあるんですよ。そうすると最初レベル5にならないので、レーナーにまずは、中立を取られないようにするっていうのが、最初の、課題です。これは仕方ありません。ランク、まあ、まだ慣れてない人もいっぱいいますので、どのような影響があるかっていうことを分かってない人多いんですね。だから取られないようにするっていうのもこれ、ジャングラーとしての課題。そして5レベになりましたと。でこのカイリキーの5レベの強さをどこで生かすかっていうことなんですが、まあ、敵のジャングル倒してもいいし、ボット側の、枠、ボット側で枠蜂の争いに参加してもいいということで、これ待機して敵ジャングラー来ないかなって待ってるんですが、下側に見えましたね。なので下側で争い行くようにします。これフォーカス大事です。一番体力が低い人影を狙ってます。で狙ってまあ逃げたので、先にこうやってポンポンポンとやって落としていくっていう感じですね。で多分ね、上湧いてますので、これも狩るの手伝ってたんですけども、自分で取っちゃってますね。これミスこれミスです。ただ、まあ、まあ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 取れればいいです。敵に渡んなきゃワーストなのでいいですと。でこれルカリオ甘えているので倒そうかなと思ったんですが、味方が倒してくれているのでこれ上に走っていると。でこれで大事なのが、自陣ジャングル、自陣の森に帰るのではなくて、真ん中のカニを狩るようにしましょう。敵に経験値を吸われないように、これできることであれば全部狩りたいですね。で上側は、味方が1個取っていたのでそれは渡すと。これは別に、渡しちゃって全然 OK かなと思います。まあ、カイリキの場合は5レベと7レベ、あと9レベ、このあたりがパワースパイク、まあ、強い時間帯になってくるので、まあ、全然、この自陣の、ジャングルというか野生のポケモンか勝ってるだけで7レベにはなったので、あそこ渡してもいい、全然 OK という感じですね。まあ、勝っているときは全然余裕があるという感じで、ここから考えるのが7分のタイミングにカメが下側に湧くんですよ。もう秒数カウント始まってますけども、このタイミングの時にカイリキが9レベになっていれば、そこでユナイト技を使って一気に戦況を覆すことができるっていう、まあ一つのキャリーポイントなんですよね、序盤の。まあ序盤のキャリーポイント5レベと、9レベだと思ってください。このタイミングに試合を動かすことができるパワーをすごい持っているので、これかなり経験値もすでに意識してます。あ、9レベなりてえなーっていうことを意識して動いてるんですけども、まあ巻いていたのでこれは倒してここで9レベになると。でゴールを決めてから次亀行きますね。亀行くっていう流れになります。でゲンガーっていうのはこれヘドバからのたたり目でめちゃくちゃ火力が出るので、これヘドバたたり目で亀の、横取りされないように、ウルト、まあ、ユナイト技を使っていたということですね。まあそこで奪い取られると一気に試合が覆るので、それをなくすためにユナイト技を一人に使いました。はい。でこれタンクのカビゴン無視して後ろ側行きます。まあ、CC 向こう、地獄車でねかかっている、コード阻害向こうかかっているので、それを使って後ろ側に行くと、まあ、冷静に、技を把握してればできるっていう感じですね。でそのまま上側に行くっていう感じで味方が動いているので合わせていたんですけども、ここで死ぬんですよね。まあこれ見ておいてください。行動阻害向こうで、敵の様子伺ってます。敵の体力減ったやつを一気に行こうとしてたんですが、まあ、想定以上にこのゲンガーの火力が出て一気に倒されてしまいました。ということでゲンガーまだ生きてるので、ゲンガー生きてるぞ大丈夫かっていうので、かなり心配しながら見守ってます。ゲンガーいるなーっつって。はい。でこの時僕考えていたのが、下側かな、下側空き巣、まあ、おそらくないだろうなっていうことで、まあ、一応このファームっていうか、野生のポケモンね、殴って育つっていうことを選択してるんですけども、まあ、空き巣来られることもあるので、そこはまあ状況判断って感じですね。まあ、これはたまたま、それが良かったっていう感じ。上側に結構人がいたので、まあ、来られないでしょうっていう感じで僕は今野生のポケモン飼ってました。で、そのまま流れるように敵倒してゴールを決めていけるっていう判断。はい。で、この辺りで、次5分頃に湧くんですよね、亀が。まあ、7分最速ぐらいで亀を倒すと、5分頃に、亀が湧くので、ユナイト技ここでまた温存してます。
まあ、ユナイト技を使うタイミングとしてすごくすごく大事なのが、7分と5分とあと2分、サンダーバトルのタイミングでユナイト技を温存しておく、取っておくっていうのがめちゃくちゃ重要ですね。キャリースウェイでめちゃくちゃ重要なので、これは絶対覚えておいてくださいっていうセオリー通り、ここでユナイト技を使って敵を倒して亀を安全確保してる。で、これ敵寄ってないことをもう確認しているので、もう次、ロトムですね、上側湧いてロトムの方に見てます。まあ、味方がこれで取ってくれるっていうことであれば、もう最速で自分はもう違う、オブジェクト、まあ、例えば、ゴール狙ったりとかロトム狙ったりとかっていうことして全然いいと思います。で、この時にまたファイトが起こる。このままロトム継続してると横取りされちゃうことがあるので、敵を倒すことを選択してますね。はい。で、これで体力めちゃくちゃ減ってるので、あーやばい死ぬってなってたんですけども、ここでカリキの逃げが、ゴリ発動してます。ルカリオに、まあ、まずこっちのルートから行ってクロスチョップで逃げて、で、この辺り見といてください。ルカリオ確認していて、これ止まるんですよね。止まってる。これ止まったのは釣りです。お盆の実、あとタワーのシールドついて、ここで反転して倒しきるっていうことまで見えていたので、あそこであえて止まってやれるかもしれないっていうのを見せて、倒すつもりだったんですけども、シールドついたんでね、深い応援せずロトムに行くという判断をしてます。はい。で、リザードンいるので、まあ、これ絶対倒せますね。うん。こっち勝ってるので、強気にいっちゃってください。まあ、ロトムやりつつ、敵が来たら反転して、やっちゃうぞっていう気持ちでいたんですけども、敵来なかったんで、このままロトムを取ると。で、この時に、自陣側の持ってるポイントですね。めちゃくちゃみんな持ってるので、ロトム取ったってすごいでかいです。このまま継続で、ロトムで、ロトム使ってポイントをぶち込むってことを考えてます。で、上側の見てみると、まあ、結構ね、ゲンガーが暴れそうだなっていうことで怖いんですよね。本当にゲンガーのヘドバからのたたりもめちゃくちゃ火力が出て怖いので、今考えてるのはもうゲンガーにしか火力を出さないぐらいな感じでいます。はい。いたんですけども、ルカリオ結構体力減ったんで、ルカリオから先倒してゲンガーやると。でも本当にゲンガーからやるっていうのを考えた方がいいです。本当ゲンガー一人で集団戦が覆されるなんてこと全然あるので、ゲンガーはガチで警戒してください。怪力でさえゲンガーは警戒した方がいい。で、ここルカリオやっぱ結構火力出てるんですよね。減らされてて、で、エースバーンからこれうまいことやったら逃げれたんですけども、クロスチョップをねうまく使えてなかったんですよね。壁際のところでクロスチョップ最初壁抜けに使っていたら、エースバーンからおそらく逃げ切れたんですけども、うまいことできなかったという感じで、ここから考えるのはサンダーですよね。2分で湧くサンダー、これに踏まえて本当に警戒しなきゃいけない。で、このタイミングの時にユナイト技持ってないじゃないですか。これ良くないんですよ。ユナイト技2分で湧いたタイミングに、持ってないってよろしくないので、おそらく上側で使ったのかな。あれ良くなかったですね。まあ、冷静じゃなかったという感じで、あとこのラストスパートの時には、買っている側です。僕ら買っている側なので、サンダーに触れさせないような動きを求められるんですね。サンダーに触れさせない、もしくはサンダーを触れさせないための時間を稼ぐっていうのがめちゃくちゃ大事っていう感じ。もうその動きずっとしてますね。味方は触れてるんですけども、まあ、味方が触れてる中焦って敵が来たりとかするので、自分は前出てめちゃくちゃにもう触れさせないような感じの動きをしてました。で、これで結果3段を取ったので、もう正直これは勝ち確ですよね。意識すべきことは、そのユナイト技を7分、5分、2分の間に取っておくっていうのと、自分自身が強い5レベ、9レベのタイミングで試合を作るような動きをするっていうことが求められるっていう感じになります。はい。ということで、今回は以上となります。まあ、初のポケモンユナイト解説っていうことで、ちょっと分かりづらかったかもしれないんで、何かこういうのも欲しいとかね、コメントありましたら、ぜひ書いていってください。参考にさせていただくので、ぜひよろしくお願いします。ということで、ユナイト、引き続き配信と動画投稿やっていきますので、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。